この動画は、茨城県の児童生徒へ向けた動画です。皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディ、イバスタの時間です。この動画は、中学校3年生の数学、掃除と比の内容です。この単元では、皆さんに拡大したり縮小したりした図形の性質や定理について理解するとともに、 それらを使って図形の性質を考察したり、証明したり、活用したりする力を身につけてほしいと思います。さて、今回は、掃除な図形の性質と掃除比について学習します。教科書の136ページから137ページの内容です。数学の教科書とノートを用意しましょう。準備ができたら続きを視聴しましょう。 134ページでは図形を拡大または縮小することの意味や性質について学習しました。簡単に復習ですが、1 o を定めて図形 a を2倍に拡大した図形 i を書いてみましょう。動画を一旦停止し、問題に取り組んでみてください。 拡大した図形は書けたでしょうかこのようになりますね。今回は元の図形あと2倍に拡大した図形 I を移動させた図形の関係について考えます。それでは教科書136ページを開いてください。今回は形が同じということの意味を 変や角に着目して考えます。ここで動画を一時停止して、今日の学習の目当てをノートに書きましょう。復習で確認した図形 E は、1.O を定めて図形 A を2倍に拡大したものです。また、図形 U は図形 I、e、を移動したものになります。 図形うは傾いていますが、図形いと形も大きさも同じです。つまり、図形いと図形うは合同な図形です。これは2年生の復習ですが、移動させて重ね合わせることができる2つの図形を合同であると言いましたね。また、図形 あとうのように、ある図形を拡大または縮小した図形と合同な図形は、元の図形と相似であると言います。よって、今回は図形あといが相似、図形あとうも相似、図形いとうは 合同であると言えます。それでは教科書136ページの問題1の括弧1括弧2を通して、掃除な図形の対応する辺の比や角の大きさについて調べてみましょう。ここで動画を一時停止して問題に取り組みましょう。この時答えはノートに書けましょう。 終わったら続きを主張しましょう。問題1のカッ1の確認です。対応する辺は片方の図形を拡大・縮小するときにぴったり重なる辺のことを指します。従って、今回対応する辺は図形 A の辺 AB と図形 U の辺 IJ になります。 同様に考えると、辺 BC と辺 JK、辺 CD と辺 KL、辺 DA と辺 LI がそれぞれ対応する辺になります。これらの対応する辺には、どのような関係があるといえるでしょうか。例えば、教科書136ページの図を実際に長さを測ってみると、 AB が1.2 c m EF と IJ が2.4 c m となります。つまり、AB 対 EF も AB 対 IJ も対応する辺の比が1対2となります。他の辺も同様に考えると、BC 対 JK も CD 対 KL も DA 対 LI も線分の比は 1>, 1対2となり、対応する線分の比はすべて等しいことがわかります。続けて、カッ2番の確認です。対応する角は、角 A と角 I、角 B と角 J、角 C と角 K、角 D と角 L になります。 これらの対応する角にはどのような関係があると言えるでしょうか実際に角度を測ってみると明らかですが、対応する角の大きさはそれぞれ等しくなります。余裕のある人は確認してみましょう。では、ここまでの学習をまとめます。ある図形を拡大または縮小した図形と、 合同な図形は元の図形と相似であると言います。また相似な図形には2つの性質があり、1つ目は対応する線分の比はすべて等しいということ。2つ目は対応する角はそれぞれ等しいということです。ここで一度動画を停止し、ノートにまとめてみましょう。 ここで、掃除な図形について、新しい言葉や記号を学習したいと思います。教科書137ページを合わせてみてください。図形うは、図形あを2倍に拡大して図形いを作り、移動したものでした。従って、対応する辺はこのようになり、 対応する線分の比は1対2になりました。このように、掃除な図形の対応する線分の比を、それらの図形の掃除比と言います。つまり、図形あと図形うの掃除比は1対2です。また、 合同を三本線の記号で表したように、図形が相似であることもこのような記号を使って表します。この記号は、相似を意味するシミラーの頭文字 S を横にしたものなので、アルファベットの S を真横に寝かせたような書き方をします。例えば、図、あと、図、う、つまり、 四角形 ABCD と四角形 IJKL が相似であることは記号を用いるとこのように表すことができます。では137ページの問題2と Q2 番を相似比を利用して考えてみましょう。ここで動画を一時停止してこの問題に取り組みましょう。 答えはノートに書いてみましょう。終わったら動画の続きを視聴しましょう。それでは問題2の確認です。問題2は三角形 ABC と三角形 DEF が相似であることが分かっているので、まず図形同士の対応している辺を考えます。対応している辺は AB と DE、BC と EF、 AC と DF です。これらの線分の比はすべて等しいので EF の長さを x センチと置くと a b 対 d e が b c 対 e f という比例式になります。この式に数値を当てはめると4対1 0が3対 x となりこの比例式を解くことで x は 7.5cm となります続いて Q2 番,番は問題2と同じ図で AC の長さを求めるため AC の長さを Y センチとして問題2と同様に考えることができますそうすると AB 対 DE が AC 対 DF という比例式になるので この式に数値を当てはめると、4対10が y 対5となり、比例式を解くことで y は 2cm となります。いかがでしょうか掃除比を使って正確に計算することができましたかぜひ掃除比を使ったいろいろな問題に挑戦してみてくださいね。今回は形が同じということの意味を やに着目しして考えました。この動画の視聴後本日の学習で分かったことやできるようになったことをノートに書きましょう。また今回の学習で考えたことを学校の先生や友達おうちの方などに聞いてもらうといいですね。以上で掃除と日の136ページから137ページの学習を終わりにします。